我が社を志望した理由も教えていただけますか？はい、あのですね、私が御社を希望しましたのは、ひとえに企業理念の素晴らしさが、何言ってんだ俺、こんなんじゃまた一次面接で不採用だよ。しっかりしろよ。俺の名前は波平中尾、新卒で精密機械メーカーに就職したフレッシュな22歳だ。俺の新しい人生はここから始まるんだ。就職試験は地獄だったけど、内定もらえて本当によかった。本日付で新入社員が配属されたので紹介しよう。波平中尾と申します。大学では機械工学を学んできました。よろしくお願いいたします。若い力に期待してるよ。俺が配属されたのは品質管理部。希望していた商品開発部ではなかったけど仕方ない。これマニュアルだから。品質管理はマニュアルが命。はい。うへぇ、量エグすぎだろ。完成品の検品、商品の品質管理、梱包状態の確認、仕事は細かくどれも気を使う。何か不具合があれば矛先を向けられる部署でもある。誠に申し訳ございません。はい、おっしゃる通りで。怖え。俺はまだ新人だけど、いずれこうなるのかな。仕事の厳しさというものを日々感じる。でもここでくじけるわけにはいかない。俺はあの辛くて厳しい就活を乗り越えて今ここに立っているんだ。もう就活はゴリゴリ、絶対に定年まで勤め上げる。そんなことを思いながら就職して初めての夏を迎えた。大学時代の仲間と飲みに行って、俺たちはそれぞれの運命を知ることになる。手取り35万円まあね、やっぱ一部上場企業は違うね。すご。波平は？俺は全然だよ。なんだよ、教えろよ。比べられたくないんだから放っておけよ。入社した会社によって俺たちの運命はすでにはっきりと分かれていた。俺が入社した飯種機械はブラックでもホワイトでもない一般企業。手取り24万円くらいで、繁忙期以外は残業もほとんどない。一方仲間内でも飛び抜けて頭が良かった1位は大手に入社して手取り35万円。残業はあるらしいが、そんなの目じゃないくらい稼ぎがいいかと思うと、ブラック企業に入社してしまい、すでにノイローゼ気味のやつも。黒井くん、大丈夫？大丈夫さ、今日は楽しいよこいつ、やべえ。黒井はこの時点で月の残業時間が3桁だと言っていた。黒井に比べたら俺は恵まれてる。やっぱり頑張ろう。久しぶりに友人に会い、今の仕事を続けることが大事だと改めて気づかされた。アメヘ君、これは検品。はい。課長、クレームの電話ですが。ちょっととりあえず波平君聞いておいて。わかりました。新人さん、私たち何すればいいの？退屈だわ。ああ、すみません。仕事って楽じゃない。本当に楽じゃないけど、でもみんなこういう思いをしてるんだ。俺も頑張らなきゃ。人間関係、仕事と向き合う大変さ、お金を稼ぐことの大切さ、いろんなものを学びながらも社会人3年目を迎えたある日。あれ、波平、おーい。え、黒井くん、チーソー。な、え、どうしたの？あ、俺さ、会社辞めたの。もう1年くらいでマジ体ぶっ壊れちゃってさ。そんでね、今は起業してうまいことやっちゃってるわけ。そうなんだ。なんつーの、いわゆるインフルエンサーと企業をつなぐみたいな仕事でさ、毎日アゲアゲよ。へえ。あ、じゃあまた。あ、待てよ、
お前1位のこと聞いた？1位くん？あいつもさ、辞めたんだって。最初の1年はうまいことやってたけど仕事合わなかったらしいよ。え？なんかさ、わかんないよな。まあ俺は1位の鼻が折れる分には大歓迎なんだけど、お前も頑張れよ。新卒3年以内の離職率は約 30%。 俺の大学時代の仲間たちも例外ではなくて、3人に1人は転職したりフリーターに転じたりしていた。やだやだ、俺はもうあの就活地獄に戻りたくない。俺は絶対に辞めないからな。おお、波平くん、やる気がみなぎってるね。はい、自分は会社の未来を背負って立つ人間になります。いい心掛けだ。うん、それにはまず辞めないことだね。最近の若い子はすぐに辞めちゃうから。仕事嫌だからって簡単に辞めて、あとどうするんですかな。キャリアは積み上げだからね。転職したら不利になる一方なんだよ。堅実に生きるのが一番。先輩たちの言葉を忠実に守り続けて、俺はめでたく勤続10周年を迎えることができた。大して取り柄のない俺だって頑張れば続けられるんだな。波平くん、おめでとう。ありがとうございます。部長のご指導の賜物です。いやいや、本人の努力だよ。まあしかし、あとはあれだね、君もそろそろ役がつくといいんだけどね。いや、まだ先輩方がいますし。うちも中途で入ってくる若者が増えたしな。まあでも勤続年数では君が上だから。うちの会社は離職率が低い。それはすなわち上の世代がいなくならない限り下の世代は出世できないことを意味する。入社から10年、俺は未だに平社員だ。だがまあ別に不満はなかった。入社10年ともなると落ち着いたもんだよ。別に今の立ち位置をキープできれば俺は満足なんだ。波平先輩、上田くん、どうした？はい、次の会議なんですが、僕も出席するようにと上から指示がありまして、資料を共有していただけませんか？ああ、じゃあ後で送るよ。よろしくお願いいたします。そして上田くんのように中途入社でやってくる人も多い。彼は俺より年下だが、部長を含めた上層部がかなり気に入っていて、俺にとっては気になる存在だ。でもな、別に関係ないよな。俺は会社のルールに従うだけ。安定こそ成功。下手にあがくだけ労力の無駄さ。継続は力なり。俺はその言葉を胸に日々を過ごした。今日付で品質管理課の課長に就任しました。よろしくお願いします。出世も昇給もタイミングが来れば俺にだってチャンスは巡ってくる。40代になり、年下の中途入社社員が俺の上司になったが、俺は変わらなかった。40代になって転職なんてありえない。このままでいいんだ。波平課長、この資料お願いできますか？あ、わかりました。気づけば50代、とうとう勤続年数も30年を超えた。同期の半数は会社を去り、俺も定年になるのを指折り数えるばかりだ。あれ、これはどうすれば。課長、ちょっといいですか？ああ、ちょうどいいとこに来た。ちょっと教えて。社内の若者に冷たい目で見られるのももう慣れた。このまま定年までいることを疑う理由もない。次期県議会選挙でもこの黒井をよろしくお願いいたします。ありがとうございます。転職すれば違う人生があったかもしれない。仕事を辞めて人生が変わった人もいる。新卒でブラック企業に入社してしまった黒井は、起業してからガラッと人が変わり、児童福祉施設に寄付をしたり、県議会議員に立候補したりと、今や地元の有名人だ。だが人は人、俺にはきっと今の人生がお似合いなんだろう。チャンネル登録はもうしましたか？今回のおすすめ動画もよかったら見てみてください。動画の感想もコメント欄でお待ちしております。